それは絶対日本酒が合うんですよ。絶対に。本当に最高ですよね。はい、それでは本日の魚はこちら、東京湾小芝で水揚げされましたアナゴでございます。非常にいい色してますよね。脂が乗ってそうな色をしてます。そちらの生きてるアナゴをですね、今日朝締めまして買ってまいりました。こちらのアナゴ、今日はシンプルにですね、白焼きにして食べたいと思います。それでは早速アナゴを開いていきます。はい、じゃあこちらのね、アナゴ素晴らしい色してますね。こちらのアナゴを開きにしていきます。まずね、この目のところに目打ちをして、まな板に目をね、打ち付けていきます。で、背の方から開いていきます。熱を取っていきます。じゃあ、ヒレをね、取っていきます。はい、このアナゴを一回ですね、湯煎をして余分な汚れをとぬめりをね、取っていきます。はい、じゃあこちらのね、アナゴを一回霜降りしてまいります。でも身が固まったらすぐに取り出してしまいます。冷水に取ります。でこちらに、ね、白くなったぬめりがありますので、こちらをきれいなたわしでね、一回こすって汚れを落としてまいります。ちょっとね、こういう感じで取れますんで、これをきれいにしていきたいなと思います。はい、よいしょ。はい、じゃあこちらのアナゴを白焼き用にね、切っていきます。塩と半分にして、よいしょ、いいですね。こちらにちょっと軽くね、塩を振っておきます。はい、この状態でね、ちょっとですね、時間を置いてから白焼きにしていきたいと思います。はい、それではね、アナゴを七輪で焼いていきたいと思います。はい、ということで白焼き、いい感じで焼けてきました。煙がすごいですね。よいしょ、どうでしょうか。ほら、やばくないですか。すごいですよ、油が浮いてますよね。こんな感じで食べ時なんじゃないかな。どう、こんな感じですよ。ということでね、小芝の白焼き、いいかな、こんな感じで。よいしょ、すごっ、やばっ、白焼き完成。じゃあ僕はこのね、まな板に抜けたまんま食べていただきます。うまそう、やばっ、やばいっすよこれ。色んな色のアナゴですからね、脂乗ってますよ絶対に。うん、これ悶絶するわ、このまさ。めっちゃうまい。なんだこれ、なんだこれって穴子ですけど、すげえうまい。これは絶対日本酒が合うんですよ、絶対に。だと思ったんで、今日は神奈川県の小芝の江戸前穴子ですから、神奈川県のお酒を用意しました。相模灘純米吟醸美山錦、精米具合 50% アルコール 16%、 久保田酒造の相模灘。うん、僕何回もね、クラミ行ったことありますけど、このお酒ね、大好きなんですよ。お酒を今日は冷やしてあるんで、ワイングラスがいいんじゃないかということで、今日は大きめのね、ワイングラスでいただきたいと思います。うん、これは
ね、美味しいな。このままずっと飲んでられそうな感じの日本酒です。なんていうんですかね、綺麗なんですよ。あんまりこう雑味がなくて、米の甘みがあって、ほんとずっと飲める感じ。深山錦、うまいっすね。そういうことです。これ絶対に甘く合うんで、今いい真ん中食ったんで、全然どっちもうまいです。塩加減もバッチリでしたね。だって絞って。うん。なんかこんなにうまい焼きたてもあんまないな。まあ焼きたてでね、熱々でね、相模灘があって、それはね、いいシチュエーションですよ。そうは言ってもうまいっすよ。最高だな。焼くとも最高ですよ。おしまい。はい、ということで本日はアナゴの白焼きやりました。そうね、市場歩いててやっぱ光ってたのがですね、アナゴだったんですよ。アナゴが僕を見てたんで買いましたけど、そんなにね、アナゴをさばくの慣れてるわけじゃなかったのでね、ちょっとね、不安もあったんですけど、もう見た感じで脂が乗ってるようなアナゴだったんで、東京湾のアナゴってちょっと違いますよ。いろんな産地されますけど、やっぱり僕はなるほど、油乗りっていうのはちょっと違うなということで、まあ、白焼きにしてね、焼きたて食べてみましたけど、バッチリ美味しかったです。そして相模灘がバッチリ合いました。非常にね、幸せな体験できたなっていうふうに思いました。はい、どんどんね、そういう魚もやっていきたいと思ってますんで、チャンネル登録がまだの方はぜひお願いします。本日もありがとうございました。むちゃろでした。ナイス。